風間トオルさん。その端正で爽やかな笑顔で、世の女性のハートをわしづかみにして、はたまた世の男性の戦友も、木っ端みじんに粉砕した、超イケメン俳優ですが、その見た目からは想像もできないほどの経験をされてきたのだとか、どういうことか気になったので調べてみました。風間トオルさん、本名は須藤光晴さんとおっしゃり、1962年8月19日生まれの58歳。生まれは神奈川県川崎市。神奈川県立川崎北高等学校を卒業後、東京デザイン専門学校を卒業しています。その幼少期からというもの、苦労の絶えない環境に育っているのだとか。というのも、風間トオルさんは祖父母と父母の5人家族でしたが、わずか5歳の時に両親が離婚して、母親は家を出て行ってしまった上に、不倫相手のところに行ってしまったのだとか、離婚理由は父方の祖父母との同居にあったといいます。しかも、とんでもないのは、母親はその男性を家に連れてきたり、男性と母と風間さんの3人で外食をしたりもしていたのだとか。そんな母親ですから、風間トオルさんも一緒に暮らすかと何度も母親に聞かれても断り続け、父方の祖父母と暮らすことを望んだそうです。当然の選択でしょうね。しかしこの後とんでもないことが。母が出て行って1週間そこそこで、今度は唯一の働き手の父が蒸発してしまうのです。残されたのは徘徊癖がある認知症の祖父と、わずかな年金だけが頼りの情け深い祖母と自分の3人。祖母は自分より貧乏な人がいると助けるような人だったとか。そんな祖母に風間さんはいつもヒヤヒヤしていたそうです。これだけでも、わずか5歳の少年には衝撃的な出来事だったはずですが、それでも風間少年はお金がないため祖父の介護をしながらけなげに生き抜いたのだとか。もちろんその生活は極貧の極み。どんな生活ぶりだったかというと、いつも空腹の風間トオルさん、なんと花や土を食べていたとか。特に炎天下の石は焦げた味が美味しくて、カマキリまで食べたりしていたとか。焼き鳥屋のタレの匂いを嗅ぎながら金網に絡まったツタを食べたり、学校では欠席者の牛乳をもらうのに学年全クラスの欠席者をチェックしたり。食べ物だけではありません。お風呂がないので服を着たまま洗濯中の洗濯機に入ったり、病院などもってのほかで、虫歯は自分でペンチで抜くのは当たり前、釘を踏んで貫通した傷には唾と灰をつけると早く治ったとか。極めつけは交通事故にあって車にはねられ10メートルも飛ばされ、頭から落ちたにもかかわらず痛みよりも高額な治療費で、怒られるのが怖くて現場からそのまま帰って、目撃者の通報で警察が来た時に家族にバレると思った瞬間気を失って1ヶ月入院したとか。一人暮らしになってからは冷蔵庫が買えないので冷蔵品は土の中に埋めて保存していたとか。今でこそ笑い話にできますが、耳を疑うようなサバイバル人生ですね。しかし悪いことばかりでもなく、バレンタインデーにもらうチョコも重要な栄養源だった風間トオルさん、いつも20個以上もらっていたのだとか。ホワイトデーには一体どうしたのかといえば、そのお返しに風間さんが用意したものは色を塗った松ぼっくりでした。それでも女子たちは怒ることもなくカバンにつけてくれたり、
首から吊るしたりしてくれたとか。ワイルドな生活で培われた特殊能力もあります。それは 3.0 という未開の地の原住民並みの視力。何から何まで驚くほかありません。これもほんの一部に過ぎないのだとか。それでも外見が抜群だったことで、その後風間トオルさんの逆転人生が始まります。風間トオルさんの芸能界入りのきっかけは、カフェのバイト中にスカウトされ、ファインという雑誌のモデルになり、1983年に男性ファッション誌メンズノンノでノンノボーイフレンドに選ばれてモデルデビュー。正統派イケメンモデルとして人気に火がつきます。収入も一気に30倍ほどになったとか。そしてとある大物女優と対談した時、ドラマに出てみないとその女優から誘われたことが芸能界入りのきっかけだったのだとか。その大物女優とはトレンディードラマの女王浅野ゆう子さんでした。当時トレンディードラマ全盛時で、1989年に彼女主演の大ヒットドラマ「ハートに火をつけて」で俳優デビューすると一気にブレイク。瞬く間に人気俳優になりました。その後ドラマでは「世界で一番君が好き」「いつか誰かと朝帰り」「はみ出し刑事情熱系科捜研の女」シリーズでその演技に磨きをかけて、映画では大誘拐レインボーキッズで公演し、1994年我が愛の父滝廉太郎物語の主演で第17回日本アカデミー賞主演男優賞の優秀賞に輝いています。 CM や舞台でも活躍されて、今やベテラン俳優の風間トオルさんですが、昔とあるパーティーで驚くべき裏話があったのだとか。主催者の婦人秘書から奥様が今夜ご一緒したいと申されていますと差し出された封筒の中には100から200万円の札束が入っていたのだとか。なんとも驚かざるを得ませんが、この手の話はよくあったのだそうです。いわゆる大人の事情ということでしょうか。ところで風間トオルさん、結婚されてるのでしょうか。実は結婚していました。スポーツインストラクターの女性と1997年8月に電撃結婚し、1998年7月にスピード離婚しています。離婚の理由は食生活の不一致やジェネレーションギャップからだとか。高か不高か、お子さんはいません。代わりに家族として、ゴールデンレトリバーがいたそうです。愛犬家としても有名な風間トオルさんですが、一向に結婚する様子がないことで、世間では風間さんのことを、女性には本当は興味がないんじゃないの？とか、一度結婚したのもカモフラージュなのでは？という、あらぬ噂を流す者もいたのだとか。それだけ風間さんを世間は欲しがってるということではないでしょうか。いろいろ見てきましたが、幼い頃からの貧困生活から多くを学んだ風間トオルさん、当時こんな風に自身の境遇について、貧乏は恥ではないが、ひもじさは惨めな気持ちと直結していること、貧乏だから辛いのではなく、空腹だから辛いのだと、空腹だから惨めな気持ちになってしまうのだと。そして本当に悔しかったのは、貧乏をからかわれることではなく、必死に育ててくれている祖父母が指定されているように感じたからだと。22歳の時、祖母が亡くなった時に、自分の母親が今日亡くなったんだと思おうと自分の心の中で区切りをつけたそうです。かたや
自分を捨てた父親は、風間さんがテレビで活躍するようになると、生活費と称してお金を無心しに来るようになったと言います。それでも、そんな父のことを風間トオルさんは、自分を産んでくれた人だからと、最後まで面倒を見るつもりなのだとか、風間さんがこんなに慈悲深いのも、優しく情け深かった祖母に、育てられたおかげなのかもしれませんね。人としてたくましく生きる風間トオルさん。年齢を重ねてもやっぱり、外見も中身も男前なんですね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？風間トオルさん、これだけの男前が草を食ってたの。驚き以外の何者でもありませんでした。今もひょっとして当時を懐かしんで草を食べてるなんてことはないでしょうね。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。